あれ、あのキックボードとあのシルエット日本一周してる人だぞ。インスタや TikTok で見たことある人いる。すごい。ちょっと声かけてみたいと思います。自分から出てきてくれました。いやだって見えてますもん。日本一周中って書いてあったから。やっぱり日本一周してる、はい、キックボードで日本一周しているちょっと悪ガキでございます。これですよ。かっこいい。使い込んでますね。なんとこれ5代目5代目嫌な飼い主に当たったらって思ってます。こんなに乗られると思う。TikTok ya telu Rossi EO。見てください、これめちゃくちゃ雨降ってんですよね。どうなってるんでしょう。皆さんどうも、シンガーソングライターの長谷川パセリです。日本一周724日目は京都府の伊根町に来ております。海が綺麗だから来てみたんですけれど、まさにその通りでいい景色が広がってます。まあ、ベラベラ喋ってても仕方がないので、早速ブラブラと歩いていきたいと思います。昔の街並みが残ってて風情があっていいですね。あ、すいません、お話聞かせていただいてもよろしいでしょうか。大変ですよ、そのでも今日はだいぶ涼しいので、まだそうですか。はい、夜降りましたでね。そうですね。あのさという食事処があるんです。本当ですか、はい、ちょうどペコペコだったんで。あれ、何ですかあれ、すごい鳥が群がってる。タクシーで、あのタクシー、え、水上タクシーですか。はい、水上タクシー。え、水の上のタクシーがあるんですか。船で行きたいところに行けるんですか。そうです。すごいな。ね、あめぐる、あのあそこのね、はい、一番上にあそこまで行っていただいて。めちゃぐるってる。あと一個だけお聞きしたいんですけれど、なんか家にぽっかり穴が開いてるんですけど、あれって何ですか。船焼いて船の収納庫です。そうなんですか。じゃあ、あのそこに船を止めて。昔はね、小さい船やってたから全部中入れて。はい。あの。ったんですけどね。あ、魚を取りに行ったりとかするんですね。はい、船は大きなったでね、もうそういうとこに入らんようになります。そうなんですか。ありがとうございます、貴重なお話を。ありがとうございます。あれ、さっき教えてもらった場所に来たんですけど、どこで船乗れるんだろう。全然見当たらないな。どこだろう。水中撮影ですか。あ、そうですね。船に乗れる場所があるって聞いて、亀島。あ、もうちょい先です。まっすぐ行けばあります。もう100メートル以内。そんな近い。はい、ありがとうございます。海上タクシー。あ、そうですそうですそうです。海上。島丸やね。はい。行ってきます。もうすぐです。はい、ありがとうございます。すごいな。100メートルって言ったね。今何メートル？ここ何メートルだ？30メートルくらい来たかな。あ、多分あれだ。やっと到着した。亀島丸だね。伊根の人たちが教えてくれた船乗れる場所に到着しました。こんにちは。誰もいない。うん、誰もいないな。お、そういえばなんか電話した方がいいって言ってたね。かけてみましょう。こんにちは。あの、今亀島丸と看板のあるところの前にいるんですけれど、その乗り方がわからなくて。あ、何人です。あ、一人です。あ、そうですか。2人からなんですわ。そうなんですか。そっか、一人じゃ乗れないみたいなんだ。そっか。誰か一緒に乗ってくださいって言うよりも、人がいないからどうしようもないんだよね。なんとありがたいことに、水上タクシーを運転している方の奥様が、なんとかならないかと相談をしてくれました。世界一。あ、もう日本です。そうね、今ね、このお客さんが向こうにやはりおいでれるので、はい、その後誰かおられたら一緒に乗ってもらったら、はい、そのここずっと海岸線を通っていただいたら、はい、そこへ行きますので、はい、親切にありがとうございます。いい、悪かったですね。いい、全然。
これって船屋ってやつですよね。そうですよ、船屋。これは貴重な機会なんで撮影してもよろしいですか。ありがとうございます。これはもんどりかごを揚げに行ったり、息子も乗りました、サザエ取れたり、ワカメ取れたりの、はい、このちっちゃい船、この船でいっぱいサザエとかを取るんですね。いっぱいじゃない、まあ、おったらね、息子は沖の方へ行きます。はい、すごい鳥が集まりますね。餌もう覚え、餌あげることもできるんですか。餌あげることも知ってるんで。ああ、もう寄ってくるんですね。わあ、乗りたいな。こうぐーっと歩いて、ここぐーっと、今自動車が通ってるところ。あ、ありました、ありました。そこぐーっと行ったら、すぐに向こうですね。対面の方側へ船が着きますので、はい、そこで待っててください。わかりました、はい。ありがとうございます。いや、絶対船乗ろう。ただめちゃくちゃ距離があるので、一旦ちょっとカメラを止めたいと思います。こんにちは。こんにちは。あ、これから船乗られるんですか。ああ、もしよかったら僕と一緒に船乗っていただいてもよろしいですか。ああ、ぜひよろしくお願いします。本当ですか。やった、ありがとうございます。お、水上タクシーが来ました。はい、来ましたら、ここから前に行きますよね。はい、無事に船に乗ることできました。よかったよかった。南寄りの風なんでね、南の風の時は来てないんで。そしたらこれ、はい、カモミさんですね。はい、どうぞ。中から1個ずつ、前の方もね。あ、ありがとうございます。中から1個ずつ出して、下から上に。わわわ、めっちゃ来る。上にもスタンバイしてます。おお、めっちゃ近い。いたいたいた、はい、飛びろ。おお。今日は焼き鳥だな。奥様です。はい、うん、はい、気付けてるんで。はい、ありがとうございます。よいしょ。気をつけて。あ、わざわざありがとうございます。どっちに向かうんですか。これからあの西の方へ行くので大変なので、うん、次はあの鳥取島根とかそっちの方を目指していく予定です。今日は他にはどこか行かれたんですか。天の橋立てか。僕行けてなくて、うん、どうでした。最高でした。あ、ちょうど天気があの雨降ってなかった。そうですか。行けばよかったな。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。さっき水上タクシーで案内してもらった向井酒造さんに来てみましたけど、定休日でした。ちょうど木曜日定休日なのか。またの機会に遊びに行きたいと思います。すいません、親切にありがとうございます。これは記念に。え、本当ですか。どうぞどうぞ。え、ありがとうございます。本当ですか。イネマン会ってお酒なんですね。はい、そうです。あ、そうか、こちらの向井酒造さんで作られてるお酒なんですね。わあ、イネマン会です。ここあるんですけども、でもお預けってことですね。そうなんですよ。もうちょっと早く来てくる。私もそれだったら一緒に運転して食べ行っとったのにな。あ、本当ですか。そう、めちゃくちゃ優しい。天気が悪く車で待機していたせいで、気がつけばお店はほとんど閉まっている時間になっていました。しかし教えていただいたお店の中に奇跡的に空いているところがあり、足を運ぶことになりましたが、じゃあ絶対大丈夫だ。よかったです。ったです。ありがとうございます。もう餓死してたら明日の朝刊楽しみにしておいてください。迎えに行きます。あ、じゃあその時はお願いします。こんなに親切にしてくれるとは。向井酒造最高。向井酒造さんから教えてもらったお店へ向かいたいと思います。よくよく考えたら何時間もご飯食べてないからもうペコペコですね。これ木が腐ってる、木が腐ってる。お腹すいたな、お腹すいたな。到着しました。いや、行ったんですよ、あのお食事所に行ったんですけれど、ちょっと中を見たら、まあ大盛況、いいことなんですけどね。今日は車で米でも炊いて、
卵かけご飯でもして、さっきいただいたお酒で一杯やりながらいい夢を見たいと思います。うわ、8だ、8、8。まずは今日いただいた稲満開をいただきたいと思います。あー、めちゃめちゃフルーティーで飲みやすい。でも甘いっていうのが前面に来るんじゃなくて、ちゃんとここがカーってなるわ。なんていうのこれ、辛口っていうの違う。よくわかんない。私酔っ払っちゃったみたい。2軒目行こうよ。いやでもこれマジでうまいな。これ大切に飲んできます。いや本当にありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。京都の稲行った時には絶対に向井酒造行ってこの稲満開絶対買いましょう。そして飲んでください。本当に美味しいわ。うまい。あと今日お風呂行ったらさ、すごい人いたんだよね。大学生の4人集団がいて、家計運ところにめちゃくちゃ人が集まってんの。なんだこれ、何か事件かと思って、どうしたんですかって聞いたら、ケタケタ笑いながら、あれがいるんですよあれがって。何がって言って、よく近づいてみたら、こんな大きい、あ、こんなでかくない、ちょっと持ったわ、すぐ盛るから。割とでかめの黒いカサカサしたゴキブリがいるわけですよ。もうそれ大騒ぎだよね。もう俺ただでさえ虫苦手なのに。でもその大学生集団の中に一人すごい勇敢な子がいて、何も言わずにまっすぐそこのところ間入ってって、あのね、あのトトロのメイが真っ黒クロスケをパッて取った時みたいに、そのゴキブリをその大学生の子がパッて取ったの。そしたらもう何も言わずそのまま露天風呂の方へ出てって逃がしてあげてたんだけど、すごい勇気だよね。あと、どういう神経してんだろうね。気持ち悪くないのかな。絶対俺だったら無理よ。とりあえず今後の意気込みとか言っといた方がいいかな。そんなん顔で分かれ。